皆さんこんにちは、新谷正樹の中島です。本日は鴨駅から歩いてすぐの場所にございます 2LDK の賃貸アパートのご紹介です。まずこちら、広々としたカウンターキッチンのあるリビングとなっております。こちらですね、このようにですね、見てください、おしゃれなカウンターキッチンとなっておりまして、こちらで奥様がお料理を作ってここで受け取る、そんな形でですね、スムーズに料理の受け取りができる、そんなキッチンとなっております。キッチンスペースもかなり広くですね、おしゃれでスタイリッシュな形となってますね。こちらコンロはですね、お好みのコンロを置いていただくことは可能なんですが、なんとびっくり、こちらにですね、このようにコンセントがございますので、IH のコンロも置いていただくことが可能なんですね。かなりこれは珍しい設備となっているんじゃないでしょうか。そしてこちら南向きのお部屋となっているんですが、このようにですね、窓も大きくございますので、あったかい日差しがしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっております。またその隣にはですね、こちらこのように洋室となっております。こちらの洋室なんですが、こちらこのようにですね、すっきりと収納できる、そんなクローゼットがございます。そしてこちら、このように閉めていただくとすりガラスになっているんですが、中のものがよく見えないというような形でですね、何を見れるのかがわからないというような形で、プライバシーもしっかりと守れる、そんな収納スペースとなっております。そしてこちら、お部屋とリビングをつなぐ扉なんですが、このようにですね、はい、ございますので、こちらもしっかりと仕切れて、明かりもしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっております。またこちら、こちらのすりガラスなんですが、このようにまあ、私がですね、このようにちょっと後ろに立ってても、誰が立っているのかとか、何をしているのかとか、あまり分かりにくいような形になっていますので、こちらのすりガラスがあると、やはりプライバシーがしっかりと守れる、そんなすりガラスとなっておりますね。では、このまま奥の洋室をご紹介いたしましょう。はい、こちらが奥の洋室なんですが、こちらもですね、大きな窓ガラスがありますので、しっかりと日差しが入ってくるお部屋となっております。そしてこちらも収納スペースがあるんですが、このようにですね、奥行き、幅、高さもしっかりとございますので、かなりの収納力のあるクローゼットとなっております。では、このまま水回りをご紹介いたしましょう。水回りなんですが、先にお風呂をご紹介いたしましょう。お風呂はですね、お湯で機能のついたお風呂となっておりまして、このように、換気用の窓もございます。天井にはですね、このように浴室乾燥機も設置されておりますよ。そしてこちらが洗濯機置き場となっておりまして、こちら独立の洗面台となっております。かなりおしゃれでスタイリッシュな形ですよね。そしてこちら階段の方になるんですが、進んでいただくと、よいしょ、こちらにお手洗いですね、お手洗いがございまして、そしてこちら階段スペースがございまして、こちら、このようにですね、1階に玄関がございまして、このように階段を上って2階に上がっていただく、そんなスタイルのお部屋となっております。はい、これでお部屋のご紹介は全て終了とさせていただきます。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のご来店をお待ちしております。また見てね。